上鍋古墳と小鍋古墳のステレオ空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成前景。小鍋古墳は、奈良県奈良市北家寺町にある古墳。形状は、前方公園墳。先立列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、昭和編両母参考地として、両母参考地に事情されている。 3DCG で描画した小鍋古墳ならし北部の先丘陵の南西斜面先端部に立地する小鍋古墳は大小60余りの古墳よりなる先立列古墳群の東群に属しその東には上鍋古墳北西には岩の姫の命の両母に事情される岸上げ古墳がある小鍋上鍋岸上げの三期の古墳は航空自衛隊幹部候補生学校を取り囲むような 一関係にあり、平城宮大極度の後の北東約750メートルの地点に立地する。噴球の長さは204メートルであり、全国でも31位の規模を有する大型の前方公園墳である。公園部の小道が125メートル、高さ20メートル、前方部は幅129メートル、高さ17.5メートルであり、前方部はほぼ南の方向を向いている。 上鍋古墳も小鍋古墳も共に全長200メートルを超える規模を有し、三段築生の前方後円墳が前方部を南方に向けて東西に並んで立地するところから、両古墳の被装者の間に密接な関係が考えられるが、小鍋古墳の方が年代的にやや古いと見られている。なお、小鍋古墳の墳形は、市場古墳や本田五秒三古墳との相似関係が、 指摘されている。小鍋古墳は、縦型の集合を伴い、三段築成のそれぞれの段に、円筒波に和列があることを確認している。左右の首レブにはそれぞれ大啓様の作り出しを伴い、吹石の存在も確認されている。吹石は上層に、人頭台、下層に握り拳台の歴史が使用されている。1696年の松下見林、 前王病病期には、紛糾内の石材の露出と、円筒派には、不き石の検出について記されている。また、明治初年に、大阪の造兵局技師として、日本に招かれた、イギリス人、ウィリアム・ゴーランドの実測図によって海外に、紹介された。小鍋古墳は、昭和編両母参考地として、宮内庁により両母参考地に指定されている。現状では松尾、 主とする樹木に覆われており、野鳥が多く生息している。被葬者は不明であるが、江戸時代には、岩礁天皇の領母とみなされた一時期があった。1979年、奈良市教育委員会が前方部南側の外、包み五岩工事のための発掘調査を実施しており、0.5メートル間隔で、並ぶ円筒埴輪列が発見されている。埴輪は、黒縁を有し、 突体の断面は大慶様を呈して、頭部の外面に横吐けを施したものである。埴輪は作技法の詳細な検討により、市場古墳及び、上鍋古墳に先行する諸要素の認められる遺物で、あるとの指摘がなされた。1985年の公園部北側の調査では、公園部背後の20号については、否定的な報告がなされた。それに対し、1997年、 外周港の中からは、三角板川と時炭鉱の破片や鉄属が出土している。2009年11月から12月にかけて、区内庁所領部が、噴球その護岩工事に伴って、古墳の一部を発掘調査しており、吹石のほか、西側の作り出し部分で、直径約20センチメートルの円筒波には21点、南側などでも10点ほどの波にはが出土した。 埴輪編には、作形埴輪、二形はに家形埴輪などの継承埴輪を含んでいた。この成果は、同年12月4日、午前、日本考古学協会など15学会の研究者を呼び、マスメディアに対して公開された。この調査に先立つ2008年12月には、個人住宅の新築工事に伴う、西側外、包み部分の発掘調査が、 柏原考古学研究所によって実施されている。この調査では、奈良時代の聖地層において緩やかな勾配を持つ、石符遺行を確認しており、この遺構は、文献資料上、奈良期の天皇や皇族が、宴会や記者、曲水の縁などを催したとされる、平城宮の外縁、松林主縁の一部ではないかとする見方が提起された。さらなるデータの集積が求められるが、 この推論の是非は別としても、古墳が庭園を構成する一部として取り込まれたことを示す、考古資料として貴重である。また、小鍋古墳前方部の西側から、公園部北東にかけては、集合に沿って10基の倍長が整然と並んでいる。北西に立地する倍長山と21号墳が計42メートルの円墳であるほかは、全てがそれよりも規模の小さい方墳であり、 倍長のうち7機は、両母参考地に指定されている。小鍋古墳は、本田ダ五病産古墳とともに2009年12月から2010年2月にかけて、東京都新宿区に本社を置く測量会社、アジア高速株式会社によって、航空レーザー計測が行われた。航空レーザー計測法は、ヘリコプターを時速 70km で飛行させ、地表からの高度 500m トル内下。 その成果は、2010年6月26日、関西大学で開催された日本文化財科学会において、奈良県立柏原考古学研究所及びアジア高速株式会社によって発表された。それによれば、従来の測量法との誤差も微小であり、後世に建造されたと考えられる、公園部分庁へ至る道、公園部分庁の小さな高まり、 西作り出しの方形の高まりなど、微細な部分も含めた噴景の詳細や三段築成の様子が精密に表現されたほか、古墳周辺部では古墳を取り囲むように段球状に立地する倍長上も明瞭に示された。これにより、立ち入り調査が困難で樹木が被覆するため、造営当時の噴景が把握しづらくなってきている、両母山高地等の遺跡で、木の葉や草などを透過する。 レーザー光を用いることによって、古墳内部に立ち入ることなく、また実測の障害となる、古墳表面の植生を気にすることなく、微細な部分も含めて、造影当時に近い精緻な姿での再現が可能で、あるとして、文化財関係者の関心を集めている。小鍋古墳の前方部の西側から、公園部北東にかけては、10基の倍長が並んでいる。 バ長大和第16号から18号分及び、大和第20号から26号分がそれであり、古墳北側に大和第16号分と第17号分が並び、北東に第18号分と第20号分が、北西には第21号分と第22号分がそれぞれ位置し、前方部の西側には北より第23号分、第24号分、 第25号分、第26号分の4期の倍長が並ぶ。いずれも、比較的明瞭に確認することができ、集合に沿って整然と並んでいるため、古墳時代中期の倍長の典型例として知られる。また、西側の倍長と元凶の外包みとの間は、いわゆる週に和体となっていて、この部分は20号になる可能性がある。10期の倍長は、 北西に立地する大和第21号墳が計42メートルの円墳であるほかは、すべて一辺が11メートルないし35メートルの宝墳であり、うち7期は両母山高地に指定されている。1997年の大和2 5号墳の発掘調査により、小鍋古墳の公園部の中心から倍長へ延伸した線とそれぞれの方墳倍長の中軸線が重なるのでは、 ないかと考えられるようになった。また、マト第二十五分の集合では、石を拭いて、延地とした遺構が見つかっており、上述の小鍋古墳における奈良木の石婦遺構と同様のものとみなされている。第二十五分は倍長ながら、集合を伴い、そこからは、円筒派には、朝、顔形派にはのほか、家型派には、壺形派には、 二形派庭などの継承派庭も出土している。所在地アクセス。ありがとうございます。